こんにちは。新製品 Amazon Fire TV スティックの世界へようこそ。ストリーミングメディアプレイヤーをたっぷりとお楽しみください。ではどんな製品か簡単にご案内しましょう。その前にセットアップについて、まず最高の状態で楽しむために付属の電源アダプト、電源につないでお使いください。 Fire TV スティックはたくさんのコンテンツにアクセスできますが、リモコンで簡単に操作できます。 Fire TV スティックの操作は簡単です。ホームボタンを押すといつでもホーム画面に戻れます。ここを上下左右に押すと選択項目が移動し、真ん中のボタンを押すと決定します。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。 Fire TV リモコンに音声認識ボタンがあるモデルなら声で操作することができてとても便利です。使い方はこうです。まずボタンを押し、ポンと音がしたら検索したい内容を話します。トランスペアレント、すぐに結果が表示されます。音声認識は映画、テレビドラマ、音楽、ゲーム、アプリにも使えます。専用の無料アプリを使えば、スマートフォンやタブレットでも音声操作ができます。この無料の Fire TV リモコンアプリは Amazon アプリストア、Google Play、Apple App Store からダウンロードできます。 Fire TV スティックは Netflix や Amazon ビデオなどにあるたくさんの映画やテレビドラマを見ることができます。 Amazon のオリジナル作品や音楽、写真、ゲームも楽しめます。また Amazon ビデオならバッファリングなしですぐに動画が見られます。使う人の好みを学習する ASAP 機能も優れもの。 Fire TV スティックは使う人の好みを予想しておすすめ作品も表示してくれます。後で見たい作品をウォッチリストに追加するとホーム画面から再生できます。ここをポチッとクリック。 Amazon プライム会員なら配送特典に加え追加料金なしで映画やドラマが見放題になります。